うぜえ。バキュンバキュン、どうもラジ君です。今日はですね、こちらの画像をご覧ください。でー、可愛くないこれ。なんかバトルブレイカーズのキャラらしいんですけど、なんとフォートナイトとコラボしてスキンが無料でゲットできるらしいんですよ。ということで今日はですね、このスキンを無料でゲットする方法を紹介したいと思います。それでは早速やっていきましょう。まずはですね、こちらバトルブレイカーズをダウンロードしてください。パソコンの人はエピックゲームズからダウンロードできます。で、 PS4 にはまだなくて、あの Android とか iPhone でもできます。 iOS でもできます。なんで PS4 でやっててパソコン持ってないんですけど欲しいって人はモバイル版でやってください。入手、ダウンロードします。これ無料ですからね、ちなみに無料ゲーム大丈夫です。ダウンロードしたら早速やってきます。かっこいい、なんかかっこいいね、オープニングが流れるんで皆さん見てください。このゲームはなんか破壊して攻めていく感じなんですよ。チュートリアルがあるんで、それをしっかりしてプレイしてください。なんかいろいろポチポチして石全部壊して鍵ゲットしたらクリアする、基本的に。で、まぁ、ちょっと進めると、この最初の御三家が選べます。僕はちょっとエリアダメージいきたいですね。うわ、かわいい、かわいいね。これにしておきましょう。さあ始まりました、僕たちの冒険。これでなんとこの左のレベルがあるじゃないですか、これを20になるまで進めてください。ということで、ちょっと20までレベル上げていきます。はい、2、3時間やって19レベルまで来ました。あとちょっとで20レベルやっていきたいと思います。そうですね、レベル上げるんだったらマリオみたいにこうやって進めていくのもありなんですけども、この右下のプレイってやると、なんか勝手に自分に合ったやつかわかんないですけど、レベルに合ったやつが出てくるんで、それでガンガンやってました。で、この戦う時にこの右下の自動ってやつをポチって、この黄色くなったらもう勝手にやってくれるんで、僕はずっとこうやって自動でやってる間に動画編集とかしたりして放置してましたね。自分で操作するよりもめちゃくちゃ強いんですよこれめっちゃ強いんですよこれ。お、勝ったぞー。さあ20になるか、もうちょいだ、頑張ろう。さあ20レベル、オッケー、やっと20レベルやったー。長かった、3時間くらいかかりました。そしたらですね、この右の方にちっちゃく報酬を受け取るギフトボックスっていうのがあると思うんですけど、そこを押してくださいというと2つゲットできます。まずレベル10のやつもゲットして、レベル20のやつがこのフォートナイトのね、このスキンかっこいい、ワクワクするね。アンロックします。ということで、これでフォートナイトを起動していきたいと思います。で、これちょっと残念なのが、世界を救え限定なんですよ。バトルロイヤルの方でスキンゲットできないんで、まあ、実際にどんな感じなのかちょっと見ていきたいと思います。世界を救え開くと、ギフトボックス、何が出てくるんだ。あー、来たー、やったー、レイザーゲットできたと思います。ヒールを変えよう、これレイザーにしよう。もうレベルどんどん上げちゃおう。世界を救え持ってる人前提ですね、そう考えると。このスキン使えるのは僕地味にやってるんですよね。パワーレベル74。世界を救え面白いんですけど、あれなんですよね、時間がめちゃくちゃかかるっていうか、時間泥棒なんですよね、だいぶ。なんで時間が無限にある人は本当におすすめしたい。 OK、 40レベルまでいった。ちょっと実際に動いてるとこ見たいっすよね。レイザーにして適当にちょっとパーク組もう。OK、 ちょっと適当にセットしたんで実際に行きたいと思います。この時間帯多分誰もマッチングしないと思うんですよね。祠破壊系にしよう。いや、かなり可愛いと思うんすよこれ。いいね、いいね、いいね。行ってみよう、行ってみよう。ちょっとアビリティを見ていきましょう。まず一つこれかっけー。ちょっとゾンビに食らわしたいな今の。なんか世界を救う必殺技みたいなのが3つ選べて、忍者タイプだ、忍者タイプ、忍者、いろんななんかコマンダーとかいろいろ、まあちょっとややこしくなるんであんま説明したくないんですけど、レイザーのタイプは2段ジャンプができるんですよ、忍者なんで。ちなみにめっちゃ弱いって言われてた。今はどうなんだろう、忍者タイプめっちゃ弱いって言われてたんですけど。ゾンビに食らわそう。来た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 、かかってこい、俺のキックを食らわすぞ。ドゥイヤいいねいいねいいね、ドゥイヤいいね、かっこいいじゃん、かっこいいわ。じゃあ次これ使おう、これ、この煙、忍者っぽいね、やっぱり。例えばこうやってゾンビのところに行って、起きろ、起きなさい君たち。これで煙を使いますとね、ダメージ食らってる、強えなこれも。いいね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 。次はこれ3つ目、かっこよすぎでしょ。なるべく大量に寄せよう、大量に引き寄せて、これくらいいいね、これくらい、この状態で食らえ。うわー、かっこいい、めっちゃかっこいいじゃんこれ。でキックもしつつ、いいねいいねいいね、面白いわ。刀で戦う、
いいね、いいね、いいね。いや、これ前からの姿見たいっすよね。いやー、これ世界を救えだけってのちょっともったいないと思うっすね。バトルロイヤルも来そう。ほら見て、こんな可愛い女の子がバトルロイヤル来たらさ、もう爆売れ間違いなしだよね。来るんじゃないかなと思うんすよね、僕。こんな作り込まれてるしさ、もったいなくない？だって。じゃあ実際にこのレーザーを使ってこのミッションをクリアしていきたいと思います。世界を救えってまずどんなゲームなのか知らない人も多いと思うんで、なんていうんですかね、本当にもうそのままなんすよ。世界を救うゲームなんすよ。で、いろんなミッションがあって、これはこのお墓みたいなのあるじゃないですか、これ。これをいっぱい壊しまくったら勝ちです。勝ちっていうかクリア。これを近づくといっぱい来るんですよ、ゾンビがね。うわ怖い、初めて見るこれ。まあとりあえず倒しまくりますっていうのを繰り返します。ひたすらヘビースナイパーとかあるんですよ、これ今持ってるやつ。しかもこれリロードなしで4発撃てて、リロードもバカ早いっていうね、すごくない？あ、サバイバーだ、助けよう。大丈夫か？ OK、 次この祠はぶっ壊す。で、いろんなね、これドローンとかもあって、これ強いんですよ、勝手に撃ってくれんの、ほらね、強くないこれ、いいよねこれ。で、こういうのでひたすらゾンビ倒しまくって、まあこのミッションはそうっすね、この祠は壊せば OK っす。物理的に壊すんじゃないっすよ、ちなみに。やだ、 OK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 。 ちなみに世界を救えってプレイヤーの体力めっちゃ多いんすよ、僕今5万ありますからね、体力体力5万にシールド2万7000ですからね、やばくない？めっちゃ体力あるんですけど、これでも全然足りないんですよ、終盤になってくると。めっちゃ強い敵が、で、いろんな罠があって、なんかこういうパンチのやつとかも面白いんですよ。これ、来い、これやるとピーってぶっ飛ばすんですよ。他にもマジでいっぱいあるっすよ。例えばなんだろう、これとか強いね、これ、このビリビリマシンでやったり、まあ、こういうなんかフロアスパイクで足止めしたりね、これちょっと足止めできるんですよ。とか空襲もできるんですからね、こんな感じで。やばくないこれマジでね、ほんとド派手なんですよ。で、基本的にタワーディフェンスなんで、ほんとになんかこんな感じでなんか罠いっぱい置いて、で、こうやってなんかゾンビの通路を作ってあげるんですよ、こうやって、こんな感じで。まあこんな感じ、まあ、こんな感じで作って、で、罠とかいっぱい置くんですよ、ここに、まあ、こういうパンチのやつとか。じゃ例えばこうやってゾンビが来るわけじゃないですか、ここからわーってゾンビ来るんですよ。で、こうやって足止めされて、で、ここでまたパンチ食らってこっちに戻ってみたいな。で、こっちにタワーを守るみたいな感じで、ほんと面白いですよね、結構。もうザッパーとか強いの、ザッパーとか、これとかめっちゃ強いですもん。いやー、ちょっとね、ハマる人はめっちゃハマるっす、これ間違いなく。 OK、 どんどんやってきます。キックからのかっけえかっけえかっけえ。そして煙、イエーイ、いいね、倒せ倒せ。で、ミストモンスターっていうちょっと強いゾンビがいたり、ほんといろんな種類のね、ゾンビがいるんですよ。4つ目壊すぞ、どんどんでかくなってく、怖い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 。起きろー、おやばいな、かっけえな、ほんとにこのアビリティ。とりあえず倒しまくりまーす。うわ、いっぱいいる、キックマジでかっこいい、この大量に一気に。いいね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 、マジでいいね。レーザーもったいないな、本当にこれ世界を救うだけっていうのももったいないわ。 OK、 壊した。で、5個壊したらクリアなんで、で、残りの5分はボーナスタイムですね、まだいっぱいあるんで壊してくださいみたいな。で、なんかこういうアンテナ回収して、なんかね、あ、やだ、アンテナを作ってあげるとサバイバーを救助できたり。なんかサバイバーはほんと世界を救わなきゃいけないんで、ヒーローは。で、まあ、びっくりしてるんでね、まあ、こうやってね、実際に助けたりで、なんかところどころこういうのがあるんですよ。これはこれの
これに沿った建築物を作ったら OK です。ちょっと作りましょう。鉄で順調にできてきました。これであとここをこうして回転させて完成かな。 OK、 こんな感じで出来上がりますね。そしたら完成ということで起動するとというと、またなんかいろいろゲット、報酬とかゲットしたり、まあいろんなことにつながってくるんですけど、で、これ面白いのが、鉄あるじゃないですか、鉄。まあ木でもなんでもいいんですけど。で、この木がね、アップグレードできるんですよ。どんどん。強化するんですよ。ゾンビに強い。ゾンビに叩かれても大丈夫なように、ほら、どんどん強化できて。鉄もそうです。鉄もこんな感じで強化できて、3段階かな、多分、合計。だからもう終盤とかめちゃくちゃゾンビ襲いかかってくるんですよ。なんでもうこの鉄のやつでガッチガチに固めて周りを、でもう罠とかめっちゃ置きまくってみたいな感じでやっていくゲームっすね。最高レベルの鉄見せよう。ちゃんともしかしたらこの上もあんのかな、今の時代は。これが最高レベルの鉄っすね。やばくない？これめっちゃ強そうでしょ。ちょっと隙間いってるけど、まあ、こんな感じで固めていって守るゲームですね。あとなんだろう、面白い要素なんかね、ベーコンがね重要なんすよこのゲームって。あるかな、ネジだ。あ、来た来た。ベーコンでが重要なんですよね。ベーコンとハーブとかいろいろ楽しいんですよ。で、素材のもとになんかこういう武器とか作ったりしてアップグレードしたりしてって、結構奥が深いですね。ほんと時間泥棒っす、このゲームは。マジで時間泥棒っす。 OK、 クリア、勝利。なんか追加されてる映像かっこいいっていうと、まあいろいろ報酬がゲットできます。いやマジかわいいな、ほんとにこれ。マジでバトルロイヤルで使いたいな。ミッションの報酬クリア。これなんかレベルアップに必要なやつだったり、まあ経験値だったりがゲットできますっていうのを繰り返して最強のヒーローになりましょうというやつですね。ダンジョンだ、これも新しいやつだ。これ興味あるんですか皆さん。これなんかアップデートで追加されたらしいんですけど、もしかしたら動画にするかもしれないです。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。レーザーを無料で入手する方法でした。いやバトルロイヤルにも多分来ると思うんすよね。どうなんだろう、世界を救えを買ってねっていうあれの目的もあるのかもしれないですけど、まあ世界を救う持ってる人なら確実に無料でゲットできます。踊ってるとこ見てみよう一回。あ、いいじゃん、マジでこれ欲しいね、本当に使いてえな、バトルロイヤルで。あ、いいね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 。リュックもしっかり可愛いもんね、リュックも。あー、キスされちゃったー。うぜえ。いやーほんと欲しいなー。いいなー、バトルロイヤル出てこないかなー。これからもいろんなお得な情報をアップしていきたいと思うので、チャンネル登録と高評価待ってまーす。ということでまた次の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。